高校外観と周囲の風景。島根県立沖島舞高等学校は、甘町大技福井にある全日制普通科教学の公立高等学校。島根県の北60キロ、日本海に浮かぶ沖諸島の島全地域では、家から通学できる唯一の高校である。1学年1から2学級、全校生徒は180人程度。心理、理想、真摯を校訓とする。通称は、 島前高。1955年に地域と一体となった国への働きかけを通じて特例を受け、全国で初めて全日制文校となる。二代目校長の室崎美、茂曰く、壁園のことを島前から全国にその,のろしを上げ国の校文を改正させた歴史ある全国唯一の高校である。1965年には、 地域住民の地元負担で校舎を立て独立を果たした。レスリング部は、レスリング専門の教師が顧問となっており、島根県の強化指定校にも選ばれる、全国大会常連の競網である。2008年より、沖東前高校と島前山町村の行政、議会、中学校、保護者、同窓会から構成される、沖島前高等学校の魅力化と永遠の発展の会を発足し、 当該からも生徒が集まる学校づくりを目指す島前高校魅力化プロジェクトを開始する。少子化による島前山町村の中学卒業者減少による廃校の危機に直面する中で島留学をキャッチコピーとして2010年度から全国募集枠を設定して県外制受け入れを開始し、島根県並びに中山間離島地域での全国募集の先駆けとなる。 島前高校の生徒増成校を受け、同県の公立高校では、積極的な県外生受け入れを行っており、2017年現在で19校になり、2020年入試からは、大田、浜田、増田といった県西部の都市部の高校の普通科、理数科まで県外生募集を拡大している。自宅から通学が困難な生徒のために、グラウンドを挟んで校舎の反対側に、 鏡浦寮という寄宿舎がある。平成5年に新築移転した。56名まで入寮可能で、各室冷暖房が完備されており、個人用学習室もある。平成22年度より、島前外からの入寮制を対象とした、寮費補助制度も始まった。日経スタイル。ありがとうございます。